はい、どうも、サイジマックスでございます。これはX2 という電動キックボードです。ビリ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 入ってますよ。どうですか。よいしょよいしょ、ドーン。一応これ試乗車みたいなものなんですけども、公道を走るにはナンバーがあります。原付と同じです。ですから、ナンバーがあります。こういうレバーがあって、レバーを通すとこれがこう持ち上がります。カチャン、はい、ハンドルはこう下に引っ張ってグッとやるとこうカチャンカチャン。おお、かっこいいな。まあこういうデザインですね。キックボードですからね。山道走りますよ仕様なんで、ブロックパターンのタイヤがついてます。ごつい太めのタイヤですね。ディスクブレーキ、そしてサスペンションついてます。えらい豪華だね。一応原付ですからね、こうウインカーとかいう保安部品ですね。 LED です。これでライト、これついてます。でハンドルですね、はい、ミラーもついてます。保安部品ですね。でメーターもついてまして、これがいわゆる電動のアクセル部分です。これで出力部分を調整するという、自転車と同じですね。フロントブレーキ、リアブレーキあって、でウインカーですね。ウインカープッシュキャンセルじゃなくて、こうスイッチ式のウインカーとホーンがついてます。これがメーターですね。ちょっとスイッチ入れましょうか。電源オン。スピードメーターですね。でオドメーターで、これがアシストの、まあ、出力の出方を調整できるパワーの調整ゲージというかレベルなんですかね。プラスで3、1でローという、まあ、3段階調整できるようになってます。でもここにバッテリーが入ってるんでしょうね。これがこう充電する充電口ですね。でリアサスペンションもね、ちゃんとついてます。でディスクブレーキです。でまあリアタイヤもやっぱごついのがねついてます。でこうテールランプ、ブレーキ、これで、ここはナンバーをつけるところです。でウインカーね、ウインカーこんな感じで点灯します。意外とね質感しっかりしてます。こういうロック機構もちゃんとしてますし、こういうとこね、うん、なんかこう隙間が空いてるとか、なんかこう安っぽいみたいなものは感じません。ちょっとちゃんと作ってあるなというふうに感じます。まあ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 軽いですからね。言ったらこう軽いというか20キロはありますけど、一応こうやって抱えれるから、いざとなったら抱えてえっちらおっちら階段登ったりとか。電源入れると、まあ、ライトがつきますね。こうウインカーの向きとかね、こうクイクイクイ調整できますから、まあ調整して閉めてあげて、こっち向きにちゃんとね見える向きにしてあげればいいということでしょう。かわいいホーンだね。3分クッキングみたいな音してんな。これでもキーないのかな。キーないっぽいですね。そのいわゆるイグニッションキーはないんだということか。ロックですね。 U 字ロックかなんかでこう止めてあげないと盗難されそう。えいー、はい、到着。よいしょ、ほいほいほい、えいしょ。ここは和歌山バトルランドというサバイバルゲームフィールドです。お世話になってます。いつもお世話になってます。はい、ここでね、ここちょっとオフロードあるんで、ちょっと走らせてみたいと思います。一応オフロードですから、なんかあって大怪我をしては大変ということで、ちゃんとプロテクターをしております。当然ヘルメットもかぶって走ります。一応こうオフロードなんでね、パワフルに3ということでいきたいと思います。キックボードってこうこのままこうぽい言うたこのまま0キロ発進はできないですね。こう反応しないです。ちょっと助走してあげるとこうアクセルが反応するとという設定になってます。ちょっとぐるっとこの辺回ってみたいと思います。とりあえずこの辺ね、この辺り駐車場ですけど回ってみたいと思います。未舗装路です。ゴー、動く。さあ当然ですよ、動きますよ。はい、このまま下りますか。はいはい、ブレーキブレーキ。こっち行きましょうか。こっちも完全にオフですけども。あ、全然行けますね。全然行けますね。ちょっと今日誰もいないんでね、フィールド入らせてもらいますけども。あ、全然ですね。めっちゃ走るやん。おお、走る走る。
うわ面白いちょっとオフロード気分、キックボードでオフロードっていうのがすごいこうなんだろう、エクストリーム感が増す感じがあります。この辺ね、足あのぬかるんでたりするんですけど、タイヤが太いせいか割とグイ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 進みます。あーいい感じ、ジャンプジャンプ、あー怖い怖い怖い、これは怖い、これは怖い危なかった。でもちゃんと走る、うおうりゃよし、これでもキックボード自体が軽いからめっちゃ面白い慣れてきた、慣れてきました。ブレーキ、あーそうそう、ブレーキ意外とロックしないね。でこう坂道の時はちょっと蹴ってあげると、緩い傾斜だったらね、まあ10キロほどで登ってくれてますね。あーいい感じ、面白い。まあちょっと荒れた道でも走ると、まあそういう風に作られてるキックボードなんでしょうね面白く乗っております。いや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 、汗かいた汗かいた、いやいや面白い、イエーっつって、イエーっつって、イエスイエース。これちなみにね、ちょっとやっていいかわかんないけど、スピンターンみたいなこともできる。ちょっとエクストリーム気分。はぁはぁ言ってますけど、面白いです。車輪がちっちゃいのもあるんですけど、タイヤが太いんですね。太い分、結構倒し込んでもね、なんかグリップしてる路面にちゃんとタイヤ当たってんなっていう気持ち伝わってきますし、重心が低いですから、何しかこのバッテリーがね足の下にありますから、だからすごくあのブレーキをかけてもなんか怖い感じがしないですね。こけるぞみたいなバイクでありますよね、そういうこうズルっていくような感じがないです。でブレーキもディスクブレーキですけどね、すごくガチって止まるようなディスクブレーキじゃないです。やっぱ自転車用ですね。バイクみたいな強烈な制動力はないですよね。同じような感じです。程よい制動力があるブレーキがついてます。もちろんあのギャッて握ったら完全にロックします。だからオフロードだとさっきね試しましたけど、ギアロックさせてフロントでこうねコントロールしていくみたいなそんな乗り方こんなんしなくていいじゃないかなんですけど、でもそういうこともできました。はい、というわけで、今回はここまでです。もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、というわけで今日はX2という電動キックボードをご紹介しました。またお会いしましょう。ソイジマックスでした。ありがとうございました。いやーなんかはぁはぁ言ってます。よし、行くぞー